はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、腸病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこの献血骨髄バンクを知ってもらうためにですね、皆様にもぜひやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安すのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はですね、素直な気持ちでいいですよというお話をしていきます。入院中や病気や怪我で、ね、学校やお仕事をお休みしているときはですね、親や家族、職場の仲間、お友達からですね、大丈夫か、頑張りや、安静にしときや、ゆっくりねと優しい言葉をかけてもらえることがありますね。時には、こんな忙しい時に何やってんねお前は、自己管理ができてない、周りのことを考えろと厳しい言葉をもらってしまうこともあります。これはですね、人それぞれの意見なんです。その人たちが頭で考えて思った感情を、そのまま言葉にするだけです。その人たちの勝手な言葉です。言い換えれば自由な言葉ですね。しかしですね、我々人間というものはですね、入院中や病気や怪我でなくて健康な時でも、そんな言葉一つで心を動かされるんです。こんな忙しい時に何やってんのお前は、自己管理ができてない、周りのことを考えろと言われたとしましょう。そしたらどう感じます？めっちゃへこみません？こんな忙しい時に何やってんだお前は、俺そんな悪いことしたの？自己管理ができてない、病気や怪我って自己管理でなんとかなるの？周りのこと考えろ、私そこまで迷惑かけてる？って思いません？こんな辛い思いしてんのに。なりますよね。けれども、そんな人たちだけじゃないんですよね。大丈夫か、頑張りや、安静にしときや、ゆっくりねとね、優しくあなたの無事を祈る言葉をかけてくれてる人に対しては、大丈夫か、大丈夫、頑張りや、頑張る、安静にしときや、はい、わかりました、ゆっくりね、はい、ありがとうございますってなるんですよ。言葉って不思議ですよね。かけられた言葉でこんなに感情が違ってくるんです。ところがですね、受け取り方も自由だってこともね、ここで知ることができますね。かけられた言葉は相手の自由、それに対して感じる思いはこちらの自由、受け取り方も自由なんです。ちょっと難しいことやっていますよ。瞬間的になるのは難しいので、よかったら常日頃から練習してみてください。こんな忙しい時に何やってんだお前は、はい、でも大丈夫っす、自己管理ができてない、はい、今安静しておきます、周りのことを考えろ、はい、わかりました。これができたらだいぶ楽ですね。というのも、ありのままのあなたでいいんです。でも決して自分は何もしなくていいという意味ではありません。ありのままの自分でいようというのは、あくまでも他の人からの評価に対してですね、いちいち喜んだりいちいち悔しがったりしないで、他人が自分をどう見てるのかという、他人が自分を見ているイメージから自由になることです。僕は入院中に体験しましたよ。お見舞いに来てくれた親、家族、お友達、美容室のお客様が来てくれた時にね、大丈夫か、大丈夫、頑張りや、うん、頑張る、安静にしときや、はい、わかりました、ゆっくりね、はい、ありがとうございます。入院中に密かに練習してたんです。じゃあ実際にお見舞いに来てくれた時にね、効果を発揮することができました。作り笑顔も練習しました。笑顔も練習すればね、できるようになりましたね。ところがですよ、こんな忙しい何やってんだお前は、自己管理ができてない、周りのことを考えろ
ってそんなこと言われたらめっちゃへこみますけど、練習したら大丈夫ですと思って練習しましたけど、まあ、そんな言い方するやつは誰一人来ませんでした。そんなやつは用見舞いに来ません。周りの状況も見ずにね、自分の立場を利用して生きてるやつなんですよ。一人になったら何もできないやつです。人の気持ちも理解せず人生の邪魔ばっかりしてくるやつなんです。メールも LINE もね、もちろん来ませんでした。あ、一人だけいましたね。僕の状況をね、きっと何らかのルートで聞いたんでしょう。この場に及んでまだ気持ちを踏みにじるのかって思いましたよ。まあ出所は分かってるんですけど、まあもうそれは置いといていいんですけども、まあ他人が持つイメージというものはね、時には突きつけられることがあります。お前はこうだってね、まあ、そんなはっきりと命令するイメージに合わせないことには勇気がいります。まあ、言われたらね、やっぱへこむし、そういうなんか感情になってしまいますからね、やっぱりね、シュンとなりますから。そのイメージっていうのは、他の人が自分について、まあ、自分についてね、持つ期待という意味も込められてるんですよ。でもまあ人はそんな応援の仕方されると誰も頑張りません。僕は野球が好きなので野球で例えますけど、おいしっかり打てよ、三振ばっかりしてんじゃねえよ、この役立たず、これはただのヤジです、今すぐやめてください。よく振ったぞ、変化球によく立ち向かった、挑戦してすごかったですよ、これは応援です、声援です。まあ、言い方一つで、受け取り方一つで、伝え方伝わり方が変わります。皆さんもぜひ伝え方受け取り方の練習をしてみてください。時間があったらでいいんで、まあ、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。